はい、こんにちは。ただの計算です。まあ、なんかちょっといじくればできちゃう問題なんですけど、私はどうやったかなって言ったときに、まあ、これ見たら、まあ、これって2乗ですよね。2、4、8、1億ですね。乗根。まあ、とりあえず、分母、まあ、いっぺんにパッと U字化するわけにいかないんで、まあ、ルート5引く1かけたくなりますよね、と。で、そうすると4が出てきて、あ、上と約分できんじゃん、つって。で、ルート5足す1とルート5引く1かけると、ですから上にルート5引く1がついて、で、これとこれで約分されちゃうわけですね。今のところ、こうなくなったと。で、次に、じゃあ、つって、4乗根5引く1をかければ、これとこれかけたら、これ、今度は整数ならずに、これの2乗って要するにルート5ですよね。ルート5の4乗根の2乗なんで、ルート5ですよね。引く1。あ、これとこれ約分できんじゃん。ってことは今、これを分母分子にかけるんだから、分子にも4乗根5引く1があって、で、これが出てきたから、今度これが消えると。で、今これがこう消えたわけですよね。こう消えたわけですよね。で、次にじゃあ、今度はじゃあ、また8乗根5引く1をかければ、分母分子に8乗根5引く1をかければ、これとこれかけると、やっぱりこれの2乗だから、4乗根5引く1が出てきて、あ、これと約分できんじゃんって、こう、消えて、これだけ残ってるわけですね。で、じゃあ16乗根5引く1をかけると、分母分子に16乗根5引く1をかけると、8乗根5引く1になって、あ、これとこれ約分できるじゃん、つって、結局残るのは、これだけ。で、分母も1になったんで、足す1して、16乗根5だけ残って、それの48乗だから、5の16分の1乗の48乗だから、5の3乗で125と。今私やったんですけど、まあやってることはほぼ同じなんですけど、これの問題を見つけたサイトの解法は、まあやってることはほぼ同じですけども、16乗根5を x と置けば、こっちから先に書いて、x 足す1。で、これが x2 乗足す1。x4 乗足す1。で、x8 乗足す1と。これの8乗がルート5と。分の4。で、まあ、同じですね。x-1 をかけると。分母分子に。そうすると、これが x2 乗引く1になって、これとこれかけると、x4 乗引く1になって、で、これとこれかけると、x8 乗引く1になって、これとこれかけると、x16 乗引く1分の4括弧 x-1 足す1の48乗と。で、まあ、こう来ると、つい、なんかこれ x 引く1で、あ、因数分解できんじゃんってやっちゃうと、ちょっと、泥沼にはまっちゃうんですよね。これで、あ、これで約分できたって、こうなっちゃうとちょっとさら、もう混迷しちゃうんで、これは、x が5の16分の1乗と置いたんで、これがぴったり5引く1で4になって、x 引く1足す1で x になって、x の48乗ということで、まあ、もちろん同じ結果になりますというだけの計算問題でしたと。じゃあ以上です。ありがとうございました。